クールラント・ゼムガレン公国告は1918年3月8日にドイツ占領下のバルトドイツ人で構成された地域委員会によるクールラント行政府で宣言された国。彼らは公のけの位をビルヘルム2世に提供していた。とはいえ、ドイツ国会はバルト所属のための国家の民族自決を支援しており、ドイツの高級司令官は バルトドイツ人との関係から、バルト諸国を帝国から攻撃するという政策を続けたかった。1918年10月、ドイツ首相マクシミリアン・フォンバーデンは、バルト地域の軍政を民政に取り換えるように提案した。1918年11月18日のドイツ革命後、ラトビアが独立宣言を行い、 1918年12月7日には、ドイツ軍は権威を、カールリス・ウルマニス率いるラトビア国政府に乗与した。第一次世界大戦時、1915年の秋頃から、ドイツ軍はロシア帝国クールラント行政区を占領した。前線は、リガ、ダウガフピルス、バラノビチに伸びて沿った線に落ち着いた。 ラトビア国会は1917年11月16日に宣言され、1917年11月30日には、ラトビア国会は、自治ラトビア地域を民族分布の境界に基づいて宣言し、1918年1月15日に、正式な独立したラトビア共和国が宣言された。ロシア革命の後、ドイツ兵は、クールラントから侵攻を、 はじめ1918年2月の終わりには、以前のロシア帝国リボニア政府、独立を宣言したエストニア実政府領まで進軍。これらは、ドイツ軍に占領され、ドイツ軍政の下に置かれた。1918年3月2日のブレスト、リトフスク条約によって、ボルシェビキロシアは、クールラント政府の失落を承認し、 1918年8月にベルリンで合意を締結した。1918年エストニア自治政府とリボニア政府はロシアから分離された。並行してドイツ軍政下の政治運動としてバルトドイツ人は1917年9月から1918年3月にかけて地域政府の構築のための工程を始めた。 クールラントゼムガレ公国は1918年3月8日にバルトドイツ人の作った地域委員会に宣言され、地域委員会は公の位をビルヘルム2世に提供した。1918年10月、ドイツ首相マクシミリアン・フォンバーベンはバルト地域の軍政を市民権威に置き換えるように提案した。新しい政策は、 バルト海の軍政に対しドイツ外務省から電報で述べられた。内容は以下のようなものであった。帝国政府はバルト諸国における政策の基本変化を満場一致で採択した。すなわち最初の政策例はバルト沿海諸民族と共に作るべきである1918年11月18日、ラトビアは独立を宣言した。 1918年12月7日、ドイツ軍は権限を当局からカール・リス・ウルマニス率いるラトビア国政府に移譲した。ビルヘルム2世は1918年3月8日、クールラント行政府にドイツの従属国と書くことによって成立を承認した。その内容は以下のようなものであった。ビーア・ビルヘルム、フォン・ガッタス・ナデン・ドイチャ・カイザー。 ケーニヒフォンプロイシンエトセトラ、ボフトレージアンヒアミットン・ウンセレン・ライヒスカンツォーラー、デイグラッフェン・フォン・ハートリング、デム・クアレンディスカン・ランデスレッドズ・アーク・ローレン、ダス・ビー・アウフデン・ウンス・ィー・ヒザイ・ネベルト・ラッター、ウーバー・ミトルトン・ウンチ・ウント。アウフデン・ベアリクト・ウンザラス・ライヒスカンツォーラーズ・イム、ナメン・デ・ドイチェン・リシャス・ダズ・ヘアツオ・トゥーム・カーランド・オスト、フライエス・ウント・セルブ・スタン・ディジズ・シュターツウェーシン、 アナーキ青年ウンとバライトジント、イムナメンデドイチェンリシャスダイージェネガンシュターツバートレージ、ミットカーランドオブジャシュレ。ダイアイネエンジワイアッツシャフトリーチウンとミリタリッシェ、フォービンディングバイダーランダーグアーライステン、グラティアザイティグボフトレージアンビアウィンセレン、ライヒスカンツオーラー、デンアブシュラスディザーベルトレージボーツバライテン、アーケンドリック、 ハーベンビーアディーゼンアウフトログアレルホックスドゼルブスト、ボリュームズゲンウントミットアンセレムケイザーアリカン、インゼーゲルバースヘンラッセン、チン、神の恩朝による、ドイツ皇帝にして、プロイセン王ウィルヘルムはここに、我が帝国最小、ヘルトリンク博をして、クールラント政府に、以下のことを示す。帰国大使による、我が国との交渉の上に、そして我が帝国最小の報告の上に、 ドイツ皇帝の名のもとに、チンは自由で独立した国家として、クールラント公国を承認す。すなわち、ドイツ帝国の名のもとに、両国間で緊密なる軍事及び経済的連合を授与する際に、クールラントとの核のごとき、諸条約の交渉をするためなり。同時に、チンは、我が帝国最小をして、これら諸条約のための準備す。 チンはこれら直令を文書にしたためて皇帝の字を伏すなり。この国の後にバルト諸国ではバルト連合公国が構想された。バルト連合公国はビルヘルム2世に1918年9月22日に君主国家として名ばかり記録され、クールラントゼムガレン公国はこの国に吸収された。半年後、ソビエトロシアは ブレスト・リトフスク条約で、以前の帝国領バルト地域のすべての権威を正式に放棄し、ドイツ帝国に譲渡した。しかしながら、ドイツは第一次世界大戦に敗戦し、大戦後の1918年11月18日、クールラントは新しく作られたラトビア共和国の一部となった。ザヒストリーオブザ バルチックステーツバイケビンオコーナーページ 78ISBN0 から 313323550ABCDE The バルチックステーツアイマールオストポリバイジョンヒデンありがとうございます